生からこの中学生までの生活からなんか人生がパッてこう変わった瞬間でしたね。だからモーニング娘。に入りながら中学校生活を送ってた思い出が一番濃いですね。仕事の前に学校に行って、で学校からモーニング娘。のお仕事でしてた時期は、翌朝あんな早く起きてたなと思います。今だったらお仕事だけだったりとかするので、高校も無事終わったのでお仕事だけに専念すればよかったけど、テストの時は夜中まで勉強して、朝は学校行って、お昼から過ぎは仕事して、また帰ってきたら勉強してっていう生活だったので、あの頃の自分よくやってたなってすごい思います。娘って歌がすっごい得意な人もいれば、歌がちょっと苦手な人もいれば、ダンスがすごい得意な人もいれば、ダンスが苦手な人もいて、トークが上手なヤブリちゃんがいたりとか、そういうなんかいろんなジャンルの人たちがいっぱいいるんで、すごいいろんな人に聞けたんですよ。私もトークで自分が前に出れなくてどうしたらいいんだろうって悩んだ時もあったし、そういう時はヤブリちゃんがすごいアドバイスくれたりとか、普通のただの学校とか、プライベートの悩みだったらこうなんか、また違う先輩が聞いてくれたりとか、同期が聞いてくれたりとか、歌だったら誰とか、本当いろんな人に聞けたので、それは